あの後家に帰ってきた僕は、稲荷さんが用意していてくれたお風呂に半ば強引に入れられた。前まで家事の一つもしようとしなかったのに、お風呂の準備してくれるって、どれだけなしろさんの匂い嫌なんだろ。というか、そんな気になるような匂いなんてしてるっけ。僕がそんなことを考えていると、お風呂のドア越しに稲荷さんが話しかけてきた。のう、スバル、少しいいか。当たり前のことを言いますが、覗かないでくださいよ。わかっておるわそんなこと。スバルはわらわのことなんだと思ってるんじゃ。ワンちゃん覗きかねない神様だとは思ってますね。うちの蔵に監禁仕掛けられましたし、他にもいろいろ余罪はたくさんありますから。ふん。今はそんなことはどうでもよい。このままでいるから話を聞くだけ聞け。はいはい。わかりました。それで、一体何の話ですか？まあ、大方なしろさん関連でしょうけど。あやつ？なおなしろというのか。ま、名を知った程度でやれることなんぞ程度が限られるが。変なことはしないでくださいよ。それはあやつ次第じゃ。スバル、悪いことは言わん。あやつとの関係を今すぐにでも断て。何もこれは、わらわがあんな小娘にお主を取られるのが怖いから言っておるんではない。お主の身を案じてのことじゃ。これは別に稲荷さんの忠告を信じてないから聞くんじゃないですけど。なしろさんの具体的に何が危険なんですか？なしろさんが転校してきてから数日は経ちますが、これとい。どうしたスバル、いきなり黙りおって。もしかしてあやつに何かされていたのか。あいえ、なんでもないです。少なくとも怪我を負わされたりはないので危険なのかわからないんですよ。ことあるごとに抱きつかれたり、匂いを嗅いだりはされたけど。これは言わない方がいいよね。それに、それだけの距離感ならいくらでも危害は加えれるタイミングはあっただろうし。今それがないってことは、危害を加える気がないか、まだその時じゃないかかな。わらわは。わらわはお主のことが心配なんじゃ。お主は常人よりも力が弱い。じゃから相手が女であろうとも、襲われてしまったら抵抗できるかどうか。それに、わらわはお主がわらわ以外の女にいいようにされるのはこの上ないくらいに不愉快じゃ。その女がスバルに手を出したことをその命尽きる最後の時まで後悔し続けれるよう必ずする。だからの、スバル、お主はわらわに誰も傷つけさせたくはないんじゃろ。わらわが誰も傷つけないためにも、お主はあやつと縁を切れ。それが一番の大断縁になる。お主なら理解できるじゃろ。わかります。わかりますけど、誰と一緒にいて誰と縁を切るのかを決めるのはあくまで僕です。僕がなしろさんと縁を切るべきだと判断するようなことがあれば。その時は稲荷さんの好きなようにしていいですよ。約束します。僕がこう言ったら稲荷さんの好きにしていいって思っていいですよ。僕はそう言った後にもう一言言葉を発する。お主がその言葉を口にしたら、わらわの好きにしてもよい。二言はないなスバル。ええ、その時は僕の自由を奪うなり、誰かの命を奪うなり好きにしてください。その時が来たら、名実ともに僕は稲荷さんの所有物になりますよ。わかった。ならまだしばらくはお主の判断を待つとする。じゃが、それはお主とあやつとの関係を認めたというわけではおらぬからな。そこは吐き気がえるなよ。稲荷さんはそう言うとドアの前から去っていった。自分でも思う。何の確証もなしに稲荷さんの所有物になるなんて言わない方がいいことなんて。はぁ？ちょっとのぼせたかな。僕はもうしばらくしてから、脱衣所に稲荷さんがいないか恐る恐るお風呂から出たけど、杞憂に過ぎなかった。あ、先生？うん、そうそう、見つけたよ。うん。それでなんだけど、新しくできた友達についてるみたいで。え？無理無理無理、私一人じゃどうもできないって。下手しなくても殺されちゃうって。ああ。それも無理かな。どうも私。もだけど、私の匂いを嫌ってるらしくて。いやいや、そんな一時期の先生じゃないんだし、どぎつい匂いの香水なんてつけ。ごめんなさい。え？あうん。わかった。のう。あまね。どうしたんですか？稲荷様が私の部屋に来るなんて。私が部屋にやってきた稲荷様にそう聞いても稲荷様は何も答えずに、甘えるように抱きついてきた。どうしました？甘えた時期ってやつですか？わらわ。わらわ。誰にどれだけ嫌われても気にはならんが。スバルには。スバルだけには嫌われとうない。嫌われたくないんじゃ。でも。スバルを誰かに取られるのはもっと嫌なんじゃ。何かあったっぽいけど。あれかな、最近スバルにできたっていう女友達関係。スバルをわらわだけのものにできるなら、わらわは。わらわは何だってする。人を害することだって。スバルが誰かのものになるなら、わらわはスバルの両手足をもぐことをも厭わない。それは親としてはやめてほしいかな。のあまね。わらわは間違っておるか？わらわが人を愛するのはダメなのか？何もうまくいかん。邪魔が入る。そんなことはないですよ。まあ親としてはスバルの手足をもがれるのは嫌ですが、
誰かを思う気持ちに間違いなんてないですから。アマネが、スバルの父親を愛したようにか？ええ、私はあの人と結ばれたいがために一度この家を出たことを間違いだなんて思ったことなんてないですし、これからも思うことなんてないですよ。あと、話を変えますが、いつまでこれ続けます？わしゃわしゃなでくり回していいなら、まだ全然続けてもらっても構いませんが。お主やはりわらわのこと舐めておるじゃろ。やだな。そんなわけないじゃないですか。外見に似合わないくらい大きな愛を持っていて、うまく物事が進まないことを泣いて私にすがってくる可愛いお方を舐めるだなんて。ふん。それならいいが、それと、頭を撫でるくらいなら許してやらんこともないぞ。それじゃあお言葉に甘えて、私は稲荷様がスバルに執着する理由を知っている。知ってしまっているから稲荷様の肩を持ってしまう。親心としてはスバルには私と同じく自由に恋愛をしてほしいと思ってはいるんだけど、でも、そうなった場合、稲荷様は今度は何百年、何千年待ち続けることになるんだろ。私も死んで、スバルも死んで、孤独に待ち続けるんだろ。いつまでも、約束が果たされるその時まで。お風呂場で稲荷さんと新しく約束を交わした日の翌日、休日だったので、以前約束した通り、僕らはまた一緒に出かけていた。なあなあスバル、今日はどこに行くんじゃ？ん？スバル？ああ、ええ、すみません。稲荷さん機嫌が治ったみたいでよかったです。ああ、昨日のことか。別にあんな子娘ごとき、わらわが気に留めてやるほどのやつではなかったというだけじゃ。それに、お主はわらわにこう言った。あの言葉をスバルが口にしたとき、スバルはわらわに全てを捧げると。所有物になるのは認める的なことは言いましたが、全てを捧げるとは言ってませんよ。どっちも同じじゃろ。類似というやつじゃ類似。それより、今日はどこに行くんじゃ。そうですね。前回は海中トンネルでしたし、今回は普通にショッピングモールとかに行ってみますか？わらは別に欲しいものはないぞ、スバル以外。それでしたら。なんじゃ、虫か、虫なのか。いや、今のにどう反応しろと。僕と稲荷さんがそんな話をしていると、近くから聞き覚えのある声が聞こえてきた。あれ？スバジャン、どうしたのこんなとこで。奇遇だね。なんなら運命かもね。お前。落ち着いてください。あはは。やっぱ私の匂い苦手？匂いがきついのは今つけてないからどう？なしろさんはそういい、稲荷さんの前に腕を出し、稲荷さんは恐る恐る匂いを嗅いでいた。確かに前ほど嫌な匂いは強くないが、まだすることにはするし、何より女の匂いがする。スバルに近づいてお前の匂いをつけるな。ほら、しあは、すっごい嫌われよう。で、スバとその子は何か買い物？私も買い物に来たんだ。いえ、僕らは特に目的とかは、散歩みたいな感じです。じゃあさじゃあさ一緒に買い物行こう。その子に似合う服とか見たいし。って、すごい嫌そうな顔されてる。何が悲しくてお前なんぞと一緒にわらわが買い物に行かにゃならんのじゃ。ふーん。そんなこと言うんだ。じゃあいいよ来なくて。私はスバと一緒に行くから。なぜそうなる？スバルはわらわなじゃぞ。なんだろう。喧嘩といえば喧嘩の類なんだろうけど、昨日の稲荷さんの態度見てると、まだじゃれ合ってるだけに思える。おい、スバル。こんなやから放っておいてわらわと一緒に行くぞ。あ、はいはい。すみませんな、シロさん。先に約束していたので。うん、じゃ。ちょ。そんなに引っ張らないでくださいよ。スバは女の子。いや、人用の類に腕を引っ張られ去っていった。どうもあの子は悪い子には思えないんだよな、私。ま、んなことはどうでもよくて、買い物行こうっと。僕は稲荷さんに腕を引かて路地裏に連れ込まれ、壁に体を押し付けられる。わらわは、わらわはスバル、お主が欲しいんじゃ。お主がわらわのものにさえなれば他のものは何もいらん。スバルさえわらわのそばにいてくれさえすれば、お主はそうじゃないのか？あやつとの関係を続けるのも、わらわだけじゃ不十分だからか？スバルは、わらわだけじゃ足りんのか？僕は不安そうな顔をする稲荷さんを落ち着かせるため、僕の肩を掴んでいる稲荷さんの手に触れ、言葉を紡ぐ。